こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。長期インターンがおすすめということだったので、いろいろ見ていたら、就活サポート付きの長期インターンがありました。すごく良さそうだなと思ったんですが、どんなサポートをしてもらえるものなのでしょうか。こちらに回答していきたいと思います。結論、サポートには期待しない方が良いです。最近増えてますよね。特に営業インターンやインサイドセールス、つまりテレアポ系の長期インターンで、インターン募集のタイトルに就活サポートあり、就活支援付きというふうに書かれているものです。これは基本的に労働条件の良くないブラックな中小企業にあなたを斡旋してあげますよとほぼ同義だと思っていただいて構わないと思います。中小企業、中でも労働条件が悪くてブラックな会社は採用に困っていることが多いので、そういった中小企業は学生を欲しがっています。そこで企業の本業とは別にサブの事業として就職エージェントという形で、そういった採用に困っている中小企業に学生を斡旋すれば、斡旋した企業は学生を紹介した紹介料をもらえます。ですから長期インターンとして学生に働いてもらい、ついでにその学生を中小企業に斡旋できれば一石二鳥だなというふうになるわけです。しかし皆さんが就職したいのはブラックな中小企業ではないと思いますから、長期インターンの会社から中小企業を紹介されたりしても慎重に判断し、基本的には断るようにした方が良いでしょう。ただ就活サポートを無視すれば、営業やインサイドセールスの会社で長期インターンを経験すること自体は悪いことではなく、むしろ良いネタになると思います。ゴリゴリ営業するのは結構大変かと思いますが、一生やるわけではなく、あくまでインターンですし、インターンとしてゴリゴリ営業したということをネタとして話せるようになれば、より上位の会社の目に留まる可能性もあるからです。就活サポートや就活支援ではなく、あくまでインターンの仕事内容を見てインターン先を決めるようにすると良いでしょう。どんなインターンに行けばいいかわからないという方は、ぜひ一度概要欄からホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。